電鉄シリーズ、桃太郎電鉄 x 九州編もある場合、桃太郎電鉄 x 九州編もある場合は、ハドソンが2001年12月13日に発売した、プレイステーション2用ボードゲーム、桃太郎電鉄シリーズ第10作。タイトルは、X と書いて、バッテンと読む。ハードが、プレイステーション2に移り、マップはすべて 3D で描かれた。物件駅の数は、 今作で全国編の物件駅の総数が100駅を突破した。ハードがスーパーファミコンからプレイステーションに移った際には多くの部分でルール、使用の改定が行われたが今回も例に漏れず変更部分が非常に多くそれらの中には後のシリーズで元に戻されたものも少なくない。最新作まで続く資金面でのインフレが はっきりと現れるのはこの作品からである。また、今作では、初位地方編や、地域別シリーズと呼ばれるものとして、九州編が収録されており、九州地方の各県内の駅が登場し、マップは、全国編より広く、80の物件駅が収録されている。この地域別シリーズは、後の携帯アプリ版へつながっている。なお、 プレイステーション2で発売された作品のうち本作のみ電化版の発売がない。また2009年に携帯アプリ版として桃太郎電鉄九州が配信されている。初の試みとして地域別シリーズとして全国編の他に九州編が収録されている。九州編の主な特徴は以下の通り。本作の発売年は2001年なのだが 熊本で起きる加藤清正にちなんだイベントの解説文の中で2011年を今年と言っている。イベントの発生条件が9年目4月から10年目2月の間に熊本の物件を3件以上所有するプレイヤーがいると発生するとなっているためバラエティゲームではすべて全国編のマップを使用する。ゲーム開始時は桃鉄公式戦。 桃鉄十番勝負。北国で鬼ごっこしかプレイできないが、いつもの桃鉄モードで、桃太郎ランドを購入すると、すべてプレイできるようになる。太地の駅は、目的地になる駅。初登場、再登場、これまで、別の駅として登場したもの。物件駅カード売り場ロボット。研究所ワープ駅物件駅。物件が16件存在する駅。カード売り場ロボット研究所。 ありがとうございます。